その年に最も印象に残る声優や作品を表彰する第18回声優アワード授賞式が9日都内で開催され、主演声優賞は一ノ瀬かな、浦和のぞみが受賞した。浦和アニメブルーロック主人公日吉を一役を務めており、これを受け原作漫画の作画担当野村雄介氏が自身の X を更新しイラストで祝った。浦和受賞式で声優を志した頃から声優アワードの存在を知っていました。まさか主演声優賞という形で評価していただき嬉しく思います。世界一の声優を目指して、いや世界一の声優になりますと意気込み